客さんたちも正解したら、うんうん、3名にプレゼント企画でいいんじゃん。そう、あ、行くじゃん。マジっすか。ショートコント、ガムテープ。ジャパンカーレスキュー。何の話。目隠しで、うん、鼻で何噛んでるか当てるっていうドッキリ。ドッキリなのそれ。思いついた。いや、ドッキリではないんじゃない。ないよ、ね。クイズ、クイズ。クイズ、うん。それまたスイッチかけてもらっていいやつかな、これ。それ結構スイッチかけてもいいんじゃない。難しそうだし、だよね、うん、まあザリガニ、クワガタ、カニ、うん、ヘビはちょっとさすがにまずい多分しょ、それまずいわザリガニとカニめっちゃ難しいじゃん。いやもうそこはもう切れたらいける、頑張るしかないんだよ。随分体張るから、これスイッチとなんかかけてもらわない。スイッチとなんかスイッチだけじゃないの。スイッチ以外も。スイッチ以外何。やっぱこう、あれかな。じゃあお客さんたちも正解したら、うんうん、3名にプレゼント企画でいいんじゃん。スイッチの スイッチでいい。でもそれ、それ何、視聴者プレゼントって。俺もからまず悪化するっすよ。これはいなくなるっすよ、これいなら37度あ、行くじゃん。マジっすか。まっすぐ、真っ白に口見える。痛くない。ちょっと一回見せます。いや、絶対強い。まあ、入ってる、それねえかな。めっちゃ入ってるようになる。濡れてるっすよ。濡れてるっすよ、びっちょびちょ。どうしたらってますよ。やばいね。ヒデ、人気者じゃん。いやー、あんだけ泣いてもらえると思わなかったわ。なんで泣いてたの。ヒデに会えて嬉しくて。いや、YouTube 見て、多分面白くて多分泣いてたんだろうな、奥さん。ような感覚になってね、涼しいとこで面白いの見て、うん、で、それで、車検のね、6ヶ月点検ね、うん、とかお待ちできるっていう、その、お客様にとって快適な場所じゃん、もう。笑いがあって涼しくて、飲み物も自由に飲める。うん。最高じゃん。最高。これがお客様のためにだよね。うん。え、じゃあ、ヒデの今後の目標は？今後の目標、うん、今後の目標、やっぱ笑ってもらえるお客さんを、ね、増やさなきゃいけないから、うん、まあとりあえず来たお客さんにとりあえず今日はいいですか。ショートコント、ガムテープ。痛いだろうな。吉住です。ちょっとやめてよ。もういいでしょ。これでいいでしょ。吉住ですでいいです。吉住です。やめて。もうどうもありがとうございました。